本州と九州を結ぶ関門橋、そして関門トンネル。私たちの暮らしを支えている橋とトンネルには驚きの裏側が。すごい。びっくり、関門海峡をつなぐ橋とトンネルの秘密を紹介します。スタートは去年リニューアルした壇ノ浦パーキング。下関にやってきました。デッキもとっても広くって海が一望できてとっても気持ちいいです。宮城さん、はい、よろしくお願いします。関門橋について教えてくれるのは橋の管理を行うネクスコ西日本の宮城啓太さんです。関門橋を長く安全に使うためにどんなことをしているのか教えてください。はい、関門橋は平成23年度から大規模なリフレッシュ工事を行っております。大きな工事としては、橋の錆を止めるための塗り替え塗装であったり、橋を支える支承などの取り替え工事を行っております。工事をしないといけないほど大変なことになってるってことなんですか？はい、関門橋自体が昭和48年の橋梁開始から、現在で約48年を経過しておりまして、橋の、修繕が必要な状況でございます。塗装の塗り替えや部品の取り替えなどリフレッシュ工事を行って11年になります。現在塗り替え中のものの中には大きなケーブルもありますが、ケーブルってどういった役割があるんですか？はい、吊り橋は、ケーブルが命でして、この、道路車が走行している橋桁を実際に支えている、役割がございます。じゃあ本当吊るす力がないと橋が不安定になってしまうんですか？はい、そういうことです。関門橋にとって大切なケーブル、特別に見せてもらいました。これが関門橋を支えているケーブルの断面となっております。待ってください、めちゃくちゃ太いですね。はい、67センチあります。67センチ、はい、1本5ミリとなっております。でそれが束ねられた、91本束ねられたものが154個。この鉄の棒がギュッとなってるんですね。はい、そういうことです。これは頑丈ですね。はい、ただケーブルも劣化してしまいます。これまで塗装の隙間から湿気が入りケーブルが錆びてしまうことがありました。そこでケーブル内部の環境を改善するためにある技術を今の工事で取り入れる予定でございます。ほう、ある技術。はい、ここで関門橋クイズです。錆を防ぐためにケーブル内に取り入れている新たな技術とは一体何でしょう？正解は、はい、ケーブルの中に乾燥した空気を送り込むです。乾燥した空気を送り込む。はい、どうやってやるんですか、そんなこと。百聞は一見にしかずということで、その技術を見せてもらうことに。橋の土台であるアンカレージに案内してもらいました。この中入れるんですね。はい、今回は特別です。ありがとうございます。うわ、すごい、中空洞になってるんですね。はい、こちらがアンカレッジになります。アンカレッジ、いや初めて見ました、びっくりです。アンカレッジの中を階段で登ることおよそ18メートル。何やら広い部屋にたどり着きました。はい、結構高いところにあります。はい、武藤さん、こちらが送気システムでございます。なんだかすごい音がしますね。はい、で、こちらなんですけど、ここの缶を使って外からの空気を取り込んでおります。で、ここの機械で外の空気の塩分や塵などを、除外しております。そしてこの缶を使って
ここで、空気を除湿しております。まあ、こちらもあのサビの原因となる湿気を、完全に取り除いてあげるものとなっております。そしてここを通って、空気を、一度冷やしてそのまま、テーブルの方に空気が流れていくようなシステムとなっております。リフレッシュ工事ではケーブルの塗装の塗り替えを行いながらこの早期システムを設置しています。塗装とケーブルの間に空気を送り込むだけでなくケーブル内の湿度も常に管理できるようになります。それによって理論上は、もうずっと、錆びないということになります。橋を支える大切なケーブルですから、はい、それぐらいの工夫をしないといけないんですね。はい、そういうことです。勉強になりました。はい、ただ乾燥した空気はどこからケーブル内に入れているのでしょうか。じゃあ武藤さん、実際にこの、乾燥した空気を送り込んでいる場所に、実際に行ってみたいと思います。どこにあるんですか。橋の最上部になります。最上部。はい、橋の最上部とは高さ140メートルのこの場所。しっかり命綱を装着してエレベーターを使って途中まで登ります。怖いです。おお、行きます。はい、お願いします。で、9階まであるんですけど5階がちょうどあの車が通ってるあたりの高さになります。あ、それぞれの階で降りることができるんですか。はい、そういうことです。最後は、はしごを登って橋の最上部へ。一体、どんな場所が待っているのでしょうか。どんな景色なんだろう。まぶしい。どうなってるんだ。高さ140メートルから見た光景は。すごい。3 2 1見てください、この景色。走っている車がとっても小さいです。この角度で見る関門橋初めてです。はい、いつも通っているこの道路の上にですねいるんですよ。すごい。全長およそ1000メートルの関門橋、大きな橋を支えるためには高い柱と太いケーブルが必要なんですね。そしてこんなに高い場所で作業をする人たちがいることに驚きました。いや、それにしても絶景ですね。はい、もうここに来れて私は満足です。いや、これから先ほど説明した乾燥した空気を送り込む早期システムの実際にケーブルの中に空気が入っているところまで行っていただきたいと思います。空気が入っているところってケーブルってあれですよね。あそこです。あそこに行けるんですか。はい、実際に行っていただきたいと思います。まさかまさかのケーブルの上を歩くことに。足場の隙間から道路や海が見えています。これだけかけてもらいます。これだけ。一見ケーブルの上はつるつる滑って危ないのかと思いきや、足元は砂も混じって塗装してあるのでしっかり滑り止めの機能を果たしてます。人が歩くところだけ砂が混じった塗装がしてあるんですよ。これは安全に降りられそうですね。それでも危険な場所です。風の影響や車が通過する振動でケーブルはとても揺れていました。命綱を2本使いながらゆっくり慎重に歩くこと100メートル。はい、こちらが、実際にアンカレッジの
中から乾燥した空気を生成して、それがここの場所で入り込んでるところになります。あ、本当だ。よく見たらケーブルに向かって管が伸びてますね。はい、はい、なのでこの場所で言うとここの銀の管から空気が、乾燥した空気が入ってます。空気が入り込んでそこから二手に分かれて、はい、あの乾燥した空気が入っていくようなイメージです。それが何箇所か、同じようについております。はあ。そうした空気を、その他にケーブル内へ空気が来ているかを確認する圧力計やケーブルの状態を直接見ることができる点検用の窓も合わせて設置しています。ケーブルを維持するシステムの導入、そして塗装の塗り替えや部品の取り替え、リフレッシュ工事早期完了を目指して今日も作業は進められています。宮城さん、今日は関門橋について詳しく教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。これから橋を渡る皆さんにどんな風に使ってもらいたいですか？はい、関門橋は橋用から、もう間もなく50周年になりますので、関門橋のリフレッシュ工事として、今工事を進めているところでございます。これから安全安心な高速道路関門橋を皆様に町のシンボルとしてご利用していただけたらと思います。勉強になりました。ありがとうございました。